ブラジャーはでも体には本当にいいらしいですよ、女性にとっては。大家好、欢迎收看 Daily News。もう全てを取っ払って、本当にさらけ出してオープン、今心をオープンにして、旅に出よう、さらけ出そうっていう意味ですね。まあ、ブラジャーはでも体には本当にいいらしいですよ、女性にとっては。なので、まあ、そことはまた別の意味合いなんですけど、でも取っ払っていこうっていう、そういう。思いがあります。浴衣の柄にありそうな感じのなんか柄だったりとかしてすごい面白かったんですよね。だからファッション好きの私としてはもうサリーからは目が離せなくて、もっと知りたいと思っちゃったんですけど、インドハマる人はハマるとか言うじゃないですか。もう完全にそうハマる人になっちゃってハマっちゃって、インドの音楽あるじゃないですか、みたいな離れてて、もうそれ聞くとなんかもうなんだろう、すごいテンション上がっちゃって、とにかくインドはなぜか知らないけどテンションすごい上がっちゃいましたね。また行くかもしれませんね。行きたいと思っています。日本女性兼模特雪原希子早前出席网络电视原创剧集《丢掉胸罩去旅行》，雪原希子的一人环游世界之旅的首播活动，更身穿性感紧身连衣裙出席记者会。剧集于去年十月开始，花费约一个半月的时间在中国、印度等七个国家进行拍摄。剧集以解除束缚、释放心灵、踏上旅途为概念，因此雪原希子全程也是无胸罩的进行拍摄。感谢大家收看 Daily News。